どうも、美レジェンド、染田です。そして、美レジェンド管理栄養士の布目です。そして、美レジェンド、上野です。はい、というわけで、今日は何ですか、染田さん。何の召集ですか。そうですね、今日は、結構ね、上野さんも結構トレーニングをハードにやられてるかと思うんですけれども。いや、私だけじゃなくて、布目さんもやってますよ。私も今練習してるんですよ、バドミントン、すごく。あ、そうですね。はい。まあ、こうトレーニングされる上野さんもおるし、こう、バドミントンでこう激しくトレーニングされてる布目さんもおられるかと思うんですけど、結構その激しいトレーニングとかしていく上でやっぱ回復にも多分気を使ってるかとは思われるんですけど、はい、なんか意識して取ってるサプリメントとかっていうのはあったりしますでしょうかね。まあ時が解決してくれるもんなんじゃないですか。時が解決する。自動回復というか。なんですと。またまた。ちょっと最初にぶった切っちゃってあれなんですけど、まあでもそこのな時をこうなるべく短縮というかいうのはあるかもしれないですよね。それはどうします？誰から喋ります？ぜひじゃあ上野さん。いいですか、私から。もう多分長くなると思うんですけど。お願いします。その言い方。なんだよ。回復、そうですね。なんかその、まあ、トレーニングをして、まあ、筋疲労に対しての回復っていうのは、まあ、それはトレーニングの質だったりが高くなれば、まあ、しょうがないのかなと思って割り切ってるところはあるんですが、まあ、それ以外の、例えばちょっとこう、風邪っぽいなとか、そういうちょっとこう 病気というと、まあ、仰々しい話ですけど、そういうところでのアプローチで言うと、ちょっとこれはおまじないみたいな感じも大きいんですが、ちょっとその白い袋よろしいですか。グルタミンを結構そこはグルタミンなんか気持ちは結構すがってるところはあります、今日ちょっとっていう日はもう単純です。多めに飲む。これだと、1食、まあ、5g を、まあ、目安としてこう載せさせてもらってるんですけど、まあ、それが 7g になったり 10g になったりっていうところを、まあ、気持ち増やして、それで、まあ、実際そこがこう、まあ、引き金になって、例えばちょっとこう鼻水が出た時にそれが収まるとかっていうのは多分あんまないと思うんですけど、これ結構気持ちの問題。でもグルタミンってその運動後確かにマラソンですかねぐらいの長距離の、そういう選手たちが終わった後に、まあ、グルタミンを取ってる人たちと取らない人たちで分けて調査した結果で、やっぱりグルタミン取ってる人たちの方がその後に感染症とかにかかる確率が低かったっていう、そういうデータはあるんで、結構そんな気持ちだけじゃないと思いますね。はい、ちゃんと割とエビデンスもあるので、はい、なんかこのエビデンスもまた難しい話なんですけど、このエビデンスを課題にちょっとこう捉えてしまって、グルタミン頼みになるというか、お薬感覚で飲んじゃうのはちょっと違うかなとは思います。だから結構そのよく、まあこれも再三、まあ、お話しさせていただいている内容なんですが、サプリメントの効果っていう話をよくするんですが、まあ、効果はないですよ、サプリメントっていうのは実際。効果が出ちゃうものは、もう、そう、お薬、医薬品なので。まあ、その足りないものを補うのがサプリメントであったり、まあ、カフェインとかクレアチンみたいに足りてるものをさらにこうプラスすることでパフォーマンス向上を狙うエルゴジェニックエイドみたいなものもありますけど、基本的にはそういう感覚なので、取ってどうこうするっていう考えにすがるのは良くないかなと思います。まあそんな中だから、まあ、おまじないくらいちょっと思ってますというところが、はい、私が考えているところです。なるほど。私はまあ、上野さんの場合だとそういうねトレーニングとかだから、まあ、そういった時間が解決するっていう感じとかもあるのかもしれないんですけど、私の場合だと結構バドミントンの試合って23日連続してあるんですよ。なので、しかも結構ハードに1日5試合とかやって、でまた次の日も5試合ぐらいあってとかって、本当に例えば全国大会とかで決勝まで行くってなると本当にすごくハードな試合で、毎日もヘロヘロの状態で最終日まで戦い切らなきゃいけないっていうことが結構起こるんですよ。なのですごくもう回復って重要で、みんながもうそこを課題にしてるぐらいなんですね。なので一番ね、そのスポーツ栄養学でも言われているリカバリーの方法としては、運動後、30分から1時間ぐらいの間にタンパク質と、炭水化物を摂取する。そうですね。だから私結構本当に自分でそのプロテインにマルトデキストリン MD をプラスしてそれで飲んだりしてます。でもちろんその後、ご飯も食べるんですけれども、でこれ本当にもう試合会場にシェイカーに入れて、必要量入れて自分のね体重 ×1 グラムが、糖質なのでちょっと多めになるんですけれどもね、それぐらい持っていったり、あとはおにぎりとかも1個持っていったりとかもしながらなんですけれども、それとタンパク質、20グラム取れる量を、ちゃんと1回分ですね、それをもうシェイカーに入れて持っていって終わったらすぐ飲むようにしてますね。であとはもうやっぱりすぐ寝る寝るですね、睡眠は本当大事なので、はい。カーボでかいっすよね。そうですね、本当に本当にもうやっぱりエネルギーの元にもなるので、もちろん試合の前日とか朝とか合間ももう本当ちょこちょこやっぱエネルギー補給したいんで、カーボは本当に気をつけて取っているので、なんか栄養摂取の中で最も体感がある品目というか、いや本当そう思います。もうスタミナとかにも本当に関係してくるし、本当力出なくなっちゃうんですよね、カーボがないと。本当大きいと思いますね。面白いと思います。だからそれをカーボをどう取るかですよね。やっぱりこのサプリメントだとその試合後とか、そういう時に小回りが効くという言い方が正しいかどうかわかんないですけど、量とかも調整しやすいし、やっぱり欲しい時にすぐ吸収させられることができるっていうところも魅力なのかなと。MD ですね。MD はね特に糖質の種類の中でも。本当吸収が早いって、吸収スピードが早いって言われているものなので、スポーツ&リカバリー、B レジェンドスポーツ&リカバリーも、このマルトデキストリンを入れて、作っているのも、すごくいいなって思ってるんですよね。エネルギー補給、運動中の。で、染田さんはどうなんですか？そうですね、もう今やっぱり上野さんと布目さんが言っていただいた、この辺も、もちろん僕も取ってるんですよ。で、ただ、そうですね、他、気をつけてることとしたらやっぱりこの辺のまずこっちですね、マルチビタミンですね。ちょうどこう1年ぐらい前から結構ハードに週5ぐらいの頻度でトレーニングしてるんですけど、こうトレーニング始めた頃結構ね体調を崩しがちだったんですよ僕。で去年に一発目にねインフルエンザかかってしまったんですよ。かかったことなかったんですけど、でその辺ちょっと体調も整えたいなと思って考えてる時に梅野さんに紹介してもらったこのマルチビタミン、そうか紹介しましたけど、そうですね、これは絶対取った方がいいですよっていうのを勧められてからこの1年間はずっと取ってるんですけど、やっぱりこれ取ってから自分自身の体感なんですけどこう週5のトレーニングしてても回復が追いついてるんじゃないかなっていうふうに個人的には体感しててすごくおすすめしたいサプリメントの一つです。でもう一個おすすめしたいんですけど結構僕ベンチプレスとかが好きで最近好きですよね。めっちゃ好きですよね。そうなんですよ、胸トレがすごく好きで結構週に2回とか3回やってしまう時もあるんですけど、ちょっとやっぱり僕もね関節がどうしても痛いなっていう時期があって、そういう時にね飲んでたのがこのジョイントですね。ジョイントです、はい。これコンドロイチンとかコラーゲンとかが入ってて関節成分であったり腱にもいいって言われてて、その痛かった方とかもね少し緩和されたかなっていうふうに感じててこの1年間この週5の頻度でトレーニングできたっていうのはこの辺のもちろんそのプロテインありきなんですけどこの辺のサプリメントがこの僕のトレーニングを支えてくれたかなっていうふうに個人的に思っております。そうですね、はい、ジョイントは確かに面白くてやっぱり関節成分っていうところでもともとは結構そのご高齢な方向けのサプリとしてはやっぱり市場でかなり出回ってたと思うんですけど、やっぱりその反面そのスポーツ選手っていうところスポーツだったりトレーニングをされている方っていうところに対してやっぱりその辺はそういう激しい運動を伴う人向けのやっぱり成分の配合がいるかなと思ってそれを作ったというふうに聞いております。私が入社する前の話ですね、ジョイント。実際でもパワーリフターのうちトレーナーがいたりするんですけどジョイントで痛みが取れたっていう話をやっぱりされるんですよね。そうですね。だからそこはまあ個人のその感想なので、まあ絶対全員の方にそれが体感できる話かと言われればまた違うと思うんですけど、まあそういう話もあるので、まあ関節だったりにちょっとお悩みの方がいたら試してもいいのかなと。ぜひおすすめのサプリメントです。僕も。まあ、あと、まあ、筋トレで言うなら、まあ、フォームもちゃんと見直してくださいねっていうところもあるんですけど、まあ、それも上でケアの一つとしてちょっとお試しいただくのはありなのかなと思います。はい。まあ、だから、まあ、どういう、ところに切り込んでいくかっていうところで、まあ、結構回答もすごくたくさん出てくると思うんですけど、まあ、ご自身が、どういうリカバリーをしたいのか、どこに疲労だったりが残ってて、それを解消したいのかっていうのを、一旦まあ、見直してみるっていうところも、まずベーシックなところでは大事なのかなと思います。なんか私も本当に今回リカバリーっていうテーマで話しましたけど、なんか自分の持ってるリカバリーとまたね、ふっと染田さんみたいに関節が痛かったりとか、なんか風邪ひきやすかったりとかっていうのそういう面でのリカバリーだったりとか、なんか観点が違うってリカバリーにもいろいろ種類があるんだなっていうすごい思いましたね。そうですね。まあそれで言うと、例えばそのお仕事をされてとか学業での中でのまあ疲労とかあると思うんですけど、まあ意外とおすすめなの目がこの辺も実はおすすめだったりします。そのスポーツの持久力みたいなところに結構着目したラインナップなんですけど、奥田小佐野なんですけど、まあその辺以外の結構使い方も正直あるのかなというふうに思っています。今言った通り、その仕事疲れ、あと勉強疲れみたいなところも少なからずプラスになるのではないかなと思います。あとまあ減量していく、減量末期での疲労とかもポテンシャルを発揮してくれるものなのかなというふうには思っております。はい。そろそろ締めましょうか。染田さんがそう言うなら、はい、締めましょうかね。はい、そうですね。これからはやっぱりトレーニングの質とかを上げていきたいと思われているお客様とかももらえるかと思いますんで、ぜひね、そう質の高いトレーニングを行っていくためにも、そういうね減量とかを進めていくためにも、今ね今日説明させていただいたようなサプリメントを取り入れていただければと思っております。コメントとかいいですか？逆に何かあります？コメントって何ですか？書いてもらうコメント。そうですね。コメント欄に書いていただくような。リカバリー術でいいんじゃないですか。そうですね。教えてほしいですね。いろいろ。なんかそうですね。体の面もそうですし、気持ちの面とか心の面のリカバリーも。確かに。もう温泉だけはやめれませんみたいな。でも温泉も多分あれ血行良くしてみたいな。いいんじゃないですかね。ちょっとその辺も少し。神経とか神経にも関係しそうですし。なんかありそうですよね。人によってはね、やっぱり美味しい。デザート食べるとかねあるかもしれないです。女性はねあるかもしれないですね。そうなってくるとお酒とかもね、なんかそういうところもねあるかも。メンタルケアも含めてのリカバリーで、僕の私のリカバリー術みたいなのをちょっとコメント欄の方に書いていただければと思います。はい。そういたしましたらね、こちらの動画が良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。この辺ってマルチビタミン、あ、そういうこと。